痴漢。痴漢とは、性暴力の一つであり、相手の意に反して、性的行為を行う者、もしくは行為そのものを指す。法律や条例によって処罰される、性犯罪である。主に地方公共団体ごとの迷惑防止条例や、刑法第176条の強制わいせつ罪が適用される。実務上は迷惑防止条例の正当な理由なく、 人を著しく周知させ、または人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所または公共の乗り物において、衣服その他の身につけるものの上からまたは直接に人の体に触れることに対する刑事罰が適用される場合が多い。なお、迷惑防止条例は施行当初は、痴漢等の保護対象が女性のみに限定されていた男性も被害に遭うことが考えられることから、 1999年に鹿児島県が性別を限定しない迷惑防止条例を施行すると2001年に東京都が女性にあたる部分を人に改正、施行したのを皮切り順次各都道府県で改正迷惑防止条例が施行され2014年4月1日に岡山県が改正迷惑防止条例を施行したことで全都道府県の迷惑防止条例が 保護対象となる性別を限定しなくなった。その他にも、行為の種類や程度によって、軽犯罪法第1条第5号、公共の場所や、公共交通機関で著しくそやな言動により、公衆に迷惑をかける行為、歪説物反復罪、公然歪説罪、暴行罪、鉄道事業者への威力業務妨害などにより、処罰される。加害者は、男性、 被害者は女性である場合が多い。2013年に埼玉県警察が検挙した痴漢は197件で、被害者は10代、20代の女性が8割を占め、特に電車通学を始めたばかりの高校1年生が標的にれている。被疑者は30代、40代の男性会社員が多かった。2010年の警視庁管内における痴漢検挙件数は約2000件だった。 また、この年の6から7月に7都府県で摘発された被疑者合計219人も最多の51.1%が会社員だった。痴漢で有罪判決を受けた者の8割以上は過去に同じような罪を犯している。常習犯の一部は脅迫的性行動症という精神疾患を患っていると見られている。 2016年の埼玉県の簡易調査でも回答者の67%が被害経験があると答えた。また、テレビ朝日アナウンサーの宇賀夏美は自分の周りで一度も痴漢にあったことがない女性は10に1人くらいとしている。また、2010年8月に警察庁の委託を受けた調査会社がインターネットを通じて行った調査では電車で通勤。 通学する大都市圏の女性の13.7%が過去1年間に社内で痴漢被害に遭っていた。上記の警察庁の調査では被害に遭ったもののうち警察への通報や相談をしたのは10.9%のみで52.6%は我慢していた45.1%はその場から逃げた。警察への通報や相談をしなかった理由は 警察沙汰になるのが面倒、事情聴取などに時間がかかりそうが、合計で5割超で、犯人が捕まらないと思うからが、約2割だった。また、痴漢を目撃した男性も半数近くが、どのような行動もとっておらず、犯人との確証が持てなかった、関わり合いになるのが面倒といった理由が多かった。一方、2011年の総合警備保障、アルサックの調査では、 約半数の女性が痴漢に対して何らかの方法で立ち向かっている。日本全国における女性が被害者の強制わ説事件の認知件数は年間6000件台8000件台である2005年から2014年。景気開発研究院の研究委員が2011年8月に首都圏で大衆交通を利用する女性職員300人に行った調査。 有効回答295人では24.8%が被害に遭ったことがあると答えた。また、このうち30.1%が過去1年間に2回以上被害に遭ったと答えた。被害場所は地下鉄が67.1%、市内バスが15.1%、高速バス、座席バスが6.8%だった。被害に遭った女性の対処方法は、 日本人女性と同じく消極的で回答者の半分以上は乗り換えたり車両を移動すると答えた。日本全国における男性が被害者の強制わいせつ事件の認知件数は年間100件台200件台である2005年から2014年。男性被害者の中には3度も被害に遭っている者や女性から被害を受けた者も,もいる。痴漢は電車内、バス車内や 人気のない暗い夜道など、第三者の目がない環境で行われる。痴漢の多くは、電車内で発生している。2010年に、警視庁が検挙した、痴漢、件数は、前述の65.9%は、電車内で発生している。前述の、七都府県で摘発された被疑者の多くは、ドアそいで犯行に及んでり、特に座席横の角の部分が、最も多かった。また、 50から60%は通勤、通学路線で通学、通学時間帯に犯行に及んでいた。被害に遭った場合、黙っていると犯行がエスカレートする。中には、被害者が同意したと思い込む者も,もいるため、嫌だという意思表示をする必要があるが、思い込みである場合もあるため、痴漢かどうかの確信を持てないときは、車両や乗車場所を変える。被害に遭っていると確信した場合は、 犯人を現行犯逮捕すべきである。犯人を現行犯逮捕するときは、2010年に警視庁管内で検挙された痴漢件数は前日の11.9%は駅構内で発生しており、電車内に次いで多かった。ゴールデンウィーク、夏休みなどの長期休暇中に夜行バス車内で頻発している。夜行バスは車内が暗く、 多くの乗客が寝ている上、席の移動もできないため、痴漢が発生しやすい上、発生すると犯行が長時間に及ぶケースが多い。このため、多くのバス会社は普段は、男女が隣同士にならないよう配慮しているが、長期休暇中は満席となるため配慮が難しくなるため痴漢が頻発する。交通業界関係者によると、夜行バスで犯行に及ぶ男は、 隣の席で無防備に寝ている女性を見て、だんだんと、ムラムラしてくる男が多いという。衣服越しに、胸や、尻、正器等に触れたり、スカートやズボンの中に手を入れて、下着、正器等に触れたり、相手に、自分の正器を触れさせたりする。衣服や肉体への物理的接触を伴わず、講習の前で正器を露出したり、スマートフォンの画像共有アプリを利用するなどして、 な画像を無理に見せたりするるる。行為も、痴漢とと報道されることがある一般的に被害者は女性、加害者は男性だが、男性の被害者、女性の加害者や被害、加害ともに同性という場合もあり得る。個人で、痴漢行為を行う者の他に、組織的に痴漢行為に及ぶ、痴漢集団の存在が確認されている。実行犯が、 痴漢行為を行っている間、その仲間が周囲から見えないよう壁になったり、被害者に騒がれた場合に、第三者を装い、冤罪を主張する虚偽の発言で擁護したり、あるいは逆に現行犯逮捕するふりなどして、実行犯を連れ出して逃走させたりする役割を果たす。性行為にまで及んだ場合には、合姦罪が成立する。午後6時から午後7時の間に、 この系統の事件は起きやすいと言われる。また、SKE48 の須田香織は、学生時代、満員のバスで登校していた時に、毎朝テニスラケットを持ち半ズボンを履いて乗車する、男に足を自分の足に擦りつけられたと言い、須田はテニスラケットを、半ズボン姿に違和感を持たせないためのカムフラージュだったのではないかと推測している。 性欲を満たすために行う者も,もいれば、スリルを味わうために行う者や、男尊女卑的価値観に基づく支配欲を満たすために行う者も,もいる。実際に、これらの被害、少年を狙った者も,も、少女を狙った者も,もあるにあったケースでは、まだ異性に対する価値観の成熟していない、未成年を付け狙った行為で異性に対して強い、恐怖心を覚えたというケースや、いわゆるストーカーによって、 電車内で恥ずかしめを受けたために電車に乗ることに強い、ストレスを受けるようになってしまったケースが報告されている。異性と接触することに強い恐怖を感じるようになってしまった人もいる。しかし自分から被害を言い出しにくいこともあって、社会的認知が高くなく、警察が取り扱わないケースも多いため、これらの被害者男女へのケアが行われていないとの指摘も多い。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。